部屋を見終わった岡田のもとに男性の姿が、オーナーの方、うん、いやオーナーじゃないけど関です関さんそんなかっこいいもんじゃねえよ。いやまあうちのね、はい、農園の一部ね。あ、はい、農園の一部なんですか、はい、これ農園なんですか。ごめん言うの忘れてた。このお家は関さんが有機農業を営む七草農園の一部なんですよ。岡田に港区では感じられない大自然を感じてほしくてここに拠点を用意したんだ。そういうのはさっき言っといてもらう。ちょっと結構やられて長いんですか。今年で15年目か。あ、そうなんですね。15年って長いんですか。何歳。僕は今31です。半分やってる。長いわすごい長かった。それまでは何やられてたんですか。いろいろ。赤羽です。赤羽に。赤羽出身。北区赤羽。そう、ひろゆきさんと一緒の。誰それもう困らせちゃダメだって。関さんは東京で働いてたんだけど農業するために福島に移住してきたんだって。結構でもこう山奥でね一体まあ歩いていける範囲だけよ。全部じゃないよ。あ、そうなんですか。でもだいぶ見えるだけ。そうそう、関さんは岡田の大好きなあるものを作っているんですよね。ああ、発泡酒ね。え、働いたら飲ましたるみたいな。え、作ったやつですか。そう自分家で作って。え、はい、作れるもんなんですね。免許があれば作れます。免許あるんですね。持ってます。すごっ。その僕オリジナルのビール作ってもいいですか。どんなそのコリアンダー超辛口とか違うか。あ、でも超辛口も唐辛子だけど全然唐辛子ビールとかも僕辛いの得意なんで。辛いのが好きかは怪しいけどビールを作ったりお野菜を作ったりいろんなことができそうだね。何でもやる気があれば。やる気があれば何でも。猪木そうすごいテンション。いいの言ってるいいの来てる。というわけでこれからお世話になる関さんに七草農園を案内してもらうことにしました。これは何でしょう。え、じゃがいもですか。あ、枝豆や。あ、いや、枝豆はそうだね。枝豆でしょ。これがもっと若いと枝豆。え、この状態じゃもう硬いね。あ、もう食べられないんですかこれ。いや、これそのまま、味噌用とかの普通の大豆なんだ。あ、そうですか。もっと若ければ、はい、枝豆でも食べられる。勉強になるね。あ、この畑に植えられてるのは何だろう。こんなんでもこっから大根じゃない、これ小根だじゃん。小根小根中根やん。中根までいい。これでも食べられるんですか。あ、食べられるよ。うちのは有機栽培だからそのまま水洗いするだけ食べれる。これじゃあ持って帰ろうか。取れたてのお野菜をもらえてよかったね岡田。さて次に案内してもらうのはこれインゲン。ちょっと整理。こっちは丸材だけど平さや平べったい。はいはい。あんま見たことない。こっちの方が柔らかくてね、もちもちして美味しい。これ知らん、あんま出ない。確かに直売所で当たり前だけどね。平インゲン確かに東京では見かけないかもね。いいインゲンを収穫してね。これこんぐらいですか。ちっちゃい。これちっちゃいですね難しい。これ20以上欲しいね。このぐらい。送られた。でもこうやって気を取り直して隣の畑に行ってみよう。これは丸材の方ね。これこうなってこんなでかくなんだよ。さらにどういう。こんなでかいの見たことない、こっちはよく見る形のインゲンだけどスーパーで見るものと大きさが全然違うね。お、手に持ってるやつ見せて。でかこれ。めちゃくちゃでかいこれ。顔ぐらいあるね。ね、顔ぐらいある。大きいのが取れて嬉しそう。岡田、よかったね。子供がピーマン好きで種買って巻いて。今子供と取ってる。あ、でもピーマンも。うちで食わねばね、出荷してんだよ。そうするとね、子供の小遣いになっちゃうんだよ。いいじゃないですか。いいんちゃう。ね、これ美味しいでしょ絶対。僕ピーマンめちゃめちゃ好きですよ。
好きだからって関さんがお子さんと作ってるピーマンなんだからあんまり取りすぎちゃダメですよ。これもうちょい取っても大丈夫ですか。いいよ、黙ってるから黙ってる子供に。本当に遠慮しないじゃん。野菜をいただくのはそのくらいにして農園を案内してもらってどうだった。いや、これもう最高ですね。ちょっと正直別荘最初見た時あれちょっと思ってたのちゃうってなったんですけど、こんな農園も広がってて素晴らしいと思ってます。そうそう、福島での資金は3万7000円なんだけど大丈夫？足りそう？今んとこ1円も使ってないんですよね。これ使い切るの無理じゃないですか。これ1ヶ月でむしろ、はあ、ちょっと嬉しい。いや、ありがたいです。上機嫌な丘だから関さんにさらにずうずうしいお願いがあるみたいで、あの部屋何にもないじゃないですか今、はい、だからちょっとテーブル作りたいなと思ってて、はい、なんか木を持ってる知り合いとかいないです。その話になるか。その話になるか。確かに、まあ、いっぱいね、そう、何もなかったんで、まあ、すみません、すみませんね。こっちもね。とんでもないです、とんでもないです。そう、なんかでワイナリーの社長なんかは、はい、元内装をやってて道具全部持ってるのね、はい、自分でもいろんな木持ってやってっから、はい、まあ、ワイナリーの社長とか言って言うとなんかくれんだ。くれるんですか。ほんまですか。多分ね。あ、じゃあちょっとワイナリーの社長と、でワイナリーの社長とこのウッドデッキ2人でやったの。これえー、むちゃくちゃ安心やん。すごい、めちゃめちゃ信頼できる。行ってみます。はい、はいはい、ありがとうございます。どうもどうも、ありがとうございます。ちょっと行ってきます。本当に行きます。本当に行きます。